にちは、ドクトレーナー翔吾です。今日はトイレの話ですね。ワンちゃんのトイレ、若い時にしっかり教えないといけませんってよく言われますけども、どんな風に教えたらいいの、これって覚えないんですか、聞きたいこともたくさんあると思いますので、自分もねトイレの動画は過去にね何本か上げてはいます。ただ上げてはいるんですけども、毎回ねいろんな動画自分も上げさせてもらってるんですけど、気づきがあったり考え方が変わることってたびたびあります。なのでその都度ねバージョンアップしてお届けできたらいいなと思ってますので、今日もねもちろんねトイレの話さらにバージョンアップして、もっとねできない大変だよっていう方には分かりやすくねお届けできるようにしますので、もしよかったらね参考にしてもらいながらトイレ教えていただけたらと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンの方楽しくやらせていただいてますということでね、オンラインサロンの方ではもう今ねメンバーさんがどんどん増えてます。直接ね Zoom で相談に乗ることもできてます。今 YouTube の方だと7、8ヶ月ね相談の方もちょっとお待たせしちゃってるんですけども、相談の方にもね早く乗れてますので、ワンちゃんね子犬の子迎えました、保護犬の子迎えました、分かんないことたくさんあります、日々ね成長していくと同時にいろんな問題行動を巻き起こしてくれるのが子犬たちですね。なので、トレーナーさんとこ通ったらいいの、これどうしたらいいのって悩んでる方、もしよかったらオンラインサロン入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。まずは、トイレですね。トイレの教え方っていうのもたくさんあるんですけども、まずはトイレの基本情報からいきますね。お家の中でトイレが教えられないことってありますかっていう質問もあったりするんですけども、家の中で全然しない子に教えるのはものすごく大変、それに関してはできるようになりますと自分も言えません。いろんなこと試してみるしかないんです。ただ家の中でトイレをどんな形であれしてくれるのであれば、それは失敗であっても工夫によって成功に持っていくことはできると思ってます。なのでそこはねやり方次第でトイレの成功率は上げていくことが、家の中で排泄してくれるのであれば、その子の癖とタイミングをつかめばできるって言い切っても間違いないぐらいね、多分教えることができます。なのでそこをね上手に掴んでほしいなと思うのと、あとねトイレを教えるのにはワンちゃんのその犬種、大型中型小型でも違うんですけども、その適切な時期にトイレを教えてあげるっていうことすごく大事で、じゃあちっちゃい頃からトイレを教えていくんだけども、トイレの完成、例えば部屋の中フリーにしてて自分で行けるようにってなってくると、そこに入ってくるとある程度正犬にならないと自分は厳しいと思ってます。で正犬っていうのは、正犬っていう言葉だけだとちょっと曖昧なんですけど、自分の中で正犬の定義っていうのは、例えばね1歳超えたらとかっていうのは、もちろんそれも一つの定義ではあるんだけども、1歳超えたからっていうことじゃなくって、まず一つとしては体が完全に成熟して大人になっていること。で人間もワンちゃんも一緒ですけど、子供はやっぱり大人ほど我慢ができません。なので、非常に失敗が増えます。なのである程度ねトイレを覚えてくれて部屋の中完全にフリーにすることを目標で、いつからしていいのっていうことで言えば、ワンちゃんの体が完全に成熟しきって、でさらに言うとある程度まあ子犬の2、3ヶ月の時期からすると1歳、1歳半、2歳か分かんないですけど、ちょっと落ち着きが出てきますね。家の中でも落ち着いて興奮がしにくくなった時に、ある程度家の中でフリーでいいよっていうことを運動させていってあげれば覚えていく、それが可能になっていくっていう認識で構わないと思います。はい、ではねトイレが、まずね覚えにくい環境、失敗しちゃうっていうのもね、たくさん出てくると思いますので、何を気をつけたらいいのか話をしていきますね。まずもう書いてあるんですけども、まず最初分かりやすく言うと、まず興奮ですね。興奮するとトイレの失敗が増えます。あと広さ、この広さが適切、広すぎず狭すぎずちょうどいい広さを保ってあげるっていうことが成功の秘訣になっていきます。環境、住んでる環境によってトイレができるかできないかは決まってきます。特にこの環境大事だよということで日本線ですね。はい、では一個一個説明していきたいと思います。さっき言った通り子犬は興奮しやすいです。なので興奮しやすい子たちっていうのは、ある程度若さ、エネルギー、あとは犬種的なものによって元気いっぱいだよっていう子たちの場合は失敗がしやすいです。例えば部屋の中でおとなしくしててトイレが失敗しちゃうんですっていうと、まあ老犬とかだったらあるかもしれないけども、基本的には興奮しやすくて家の中でバタバタ走り回ってくる子たちが、落ち着きない子たちがトイレの失敗が多くなってくるっていうことですね。なので運動入れてってほしいとか、お散歩連れてってって言うんですけど、うち連れてってるのに運動してるのになんでできないのってなってくると、それは犬種的もしくは性格的なエネルギーの事情の可能性が高いです。皆さんのお散歩行ってないでしょうっていうことじゃなくって、皆さんが運動したり遊んだり頑張ってやってます、これだけで十分だよねって思うんだけども、実はそれでは足りてないっていう話ですね。
なので運動をある程度取っていってあげるっていうのを気をつけていってあげると、興奮はある程度抑えることができるようになってきます。これがある程度コントロールできるようになってくると、トイレの成功率っていうのは上がってくるので、もしね、なんだか分かんないけど家の中でちょん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 おしっこしちゃって興奮してて1回の量がものすごく少ないみたいなね形であれば、適切な運動量を取っていってあげると変わってきます。その適切っていうのは、その子その子によって個体によって変わりますので、一度で探ってみる必要性があるので、そこまで後でまたちょっとお話ししていきたいと思います。2つ目、広さですね。広さ、以前も言ったんですけども、日本のね売られているサークルがダメなわけではないですよ。ただね、こういう広さ、こういう形のサークルが多いんですけども、個人的には可能であれば、ここまでの、広さがあるのであれば、半分切っちゃって、イメージですよ、イメージ的にはこっち側につなげるようなイメージ、つまりはこの面積のところよりもその半分でいいから奥行きが倍ぐらい欲しいかなっていう感じですかね。なので、なんでかっていうと、この形になってくると、中にベッドとトイレを置きます。ベッドとトイレを中に置くと、こっち側がベッド、こっち側がトイレね、もちろんですけども、よいしょ、トイレと、はい、ベッドと、ね、距離が近いですね。距離が近くなるとワンちゃんはトイレの失敗をする、もしくはトイレ自体をしなくなるみたいな子も中にはいます。なので、できれば本当はトイレとベッドね、の距離が離れている方がワンちゃんはトイレをしやすい、好みやすい、覚えやすいという傾向があります。なので、個人的にはね、あんまりね正方形に近いようなものよりは縦長なものの方が好ましく自分的には思ってます。なので、完全に正方形、正方形のものがあったとしても置いたら邪魔だからって言うかもしれないですけど、やっぱりね、みんなやっぱり長方形に寄ってるっていうことは、もちろんね、その方がトイレができるから、いろんなの試した結果これがいいよねっていうことで、まあ、ただ日本のね家だとそこまで広さが取れないから、長く取れないから、まあこういう形になってるんじゃないかなっていうのが個人的な予想。ただ圧倒的に横を広く取った方がトイレ的には覚えやすいのかなっていう印象を受けます、個人的にはですけどね。ただケースバイケースはあります。例えば狭い方がトイレの成功がよるパターンももちろんあります。トイレのトレーニングって非常に難しいのが、トイレに関してはこれ基本的な教え方はあるんですけど、正直に言うとトイレの教え方っていうのは無限にあります。その人の住んでいる環境、お家の作り、広さによって、また教え方もね、その子が理解できるかできないかなので、自分たちでは絶対にしないよねっていう教え方でトイレを覚えてる子も中にはいます。例えばね、2階にトイレ置いてて1階に来てもいいよって言って2階にトイレは戻るように教えていて、2階まで戻れちゃう子もいるんですよ。で、そのぐらい本人の意識と住んでる環境といろんなものがマッチして、自分のしたいこととマッチするとできることもあるんですけど、できないことも中にはあります。なので、それで、ね、探り試し、いろんなことね実験していきながらやっていくしかないんじゃないのかなとは思うんですけども、なので、自分たちがね、こういうふうに教えた方がいいよって言ってそれでできませんっていうのも全然あるし、自分たちがあんまりしないよって教え方で覚えちゃうことも全然あります。なので、試してみることは悪いことじゃないんだけども、ただあんまり失敗が重ねようであれば、あんまりね長く失敗させることはどの道良くはないのかなと思いますので、この広さっていうのも気をつけてみるようにしてみてください。で、3つ目ですね。3つ目は環境ですね。これ環境って、まあ、日本線引いたんですけど、ほぼほぼ個人的にはこの環境が全てだと思ってます。例えば床にマットが敷いてあったりとか、布団が敷いてある、座布団が敷いてある、でいろんな環境で失敗しちゃったりすることってあると思うんですよ。で、皆さんもね、何もないところでワンちゃんがジャッとおしっこしちゃうことももちろんあるんだけども、大体はマットの上だって、玄関のね、あの足拭きマットみたいなやつだったりとか、あと座布団だったりとか布団だったりとかソファーだったりとか、なんかそういうペットシーツ、トイレまでは言わないけども、なんか似たような、勘違いしてもおかしくないようなものの上で失敗することが多いと思います。で、そこをね気をつけ
ていただくのが一番いいと思っていて、やっぱりね、個人的にはね、その人間が勘違いさせるものは完全にワンチャンゾーンから撤去するっていうぐらい意識を持ってもいいのかなと思います。本当にね、その中で教えてって覚えられる子もいるけども、覚えられない子も中にはいます。で、何度も同じ失敗繰り返して、お父さんお母さんに怒られていくうちに、家の中でおしっこしなくなっちゃいました、隠れておしっこするようになっちゃいました、なんか臭いなと思ったら天の後ろにいつのか分かんないうんちが起こってるみたいな話になっちゃうんですよ。で、これはね、本当に困っちゃいますので、そこはね、叱ったりすることもトイレはあまり良くはないです。やっぱり隠れてする傾向が多いかな。で、叱って覚える子はいないのっていうと、まれに対するけど、でも絶対やらない方がいいと思います。個人的には本当にね、叱って失敗するパターンの方があまりにも多すぎる。だからトレーナーさんはダメっていうことが多いし、一般の方にも勧めないで、一般の方がたまにね、叱ってうちの子をこれでトイレここでしなくなったのよっていう時もあるけども、その子はそれで良かったかもしれないけど、同じこと他の子にやったら家の中でしなくなる可能性があるので、自分的にはあんまりお勧めはしません。はい、というわけで、この興奮、広さ、環境で、あとはワンちゃん その成長の状態、取れる運動量、あとは自分たちの生活してる家の広さで、取れる間取り、その他諸々でトイレの教え方って変わってくると思います。なので、トイレに関してで言ったら、十何年ね、この先一緒にワンちゃんと付き合っていかなきゃいけない内容になってきますし、最初にいい加減に教えちゃうと、その後がものすごい大変なことになりますので、トイレについては最初少し大変でも考えていただくのが一番いいのかなと思うんですけど、理想通りにはいかないと思ってください。もちろんね、自分たちの理想の半分叶えられたらいいぐらいかなっていう感じですかね。自分たちが理想があると同時にワンちゃんにも理想があります。なので、そこはね、お互いに習慣を取れるようにしていかないと、あんまり意地張ってね、無理して叱って教えようとか、あんまり厳しいことやっちゃったりすると、もう家の中で絶対しないみたいな、自分たちが望まない方向に行っちゃう可能性もありますので、トイレに関してはね、慌てずに、そして、こういう方法って無理ですかって聞かれることたまにあるんですけど、お風呂場にトイレ置いて、お風呂場まで行ってくれなりますかとか聞かれることもあるんですけど、教えられる時もあります。ただ何回か試して難しかったら、もちろんね、やめた方がいい部分はあります。やっぱりトイレ失敗が、ね、増えると覚えられないっていうところに繋がりやすいんですけども、ただ中には覚えられる子もいるので、ちょっと試してみる分にはいいのかなと思いますので、ぜひね、トイレに関しては、この先ずっと長く付き合っていく問題になると思いますので、ぜひやってみてください。はい、というわけでね、トイレなんですけども、これこそ本当に飼い主さん、ワンちゃん、家、どっかの環境が1個変わると条件変わるだけでガラッと変わります。なので、引っ越したらね、できなくなっちゃったっていう子もいれば、逆に引っ越したらできるようになったみたいな子たちもいるし、リセットされてね。で、その環境によって多く左右されることが多いのかなと思いますので、ぜひね、今トイレに悩まれている方、一番大事なこと、運動でまずはある程度興奮を抑える、家の中でもおとなしくできるようにしていく、広さ、適切な広さを取ってあげる、プラス環境を整備していってあげながら、ワンちゃんがある程度の成長をして、興奮しにくくなってきて、ある程度落ち着いてきて、体が完全に大人に成熟してきたら、部屋の中で話しっぱなしでもちゃんと楽しく過ごして、トイレにきちんと行けるように、ちっちゃい時からちょっとずつ教えてみてはいかがでしょうか。